ペースランナウェイ、最初から最後まで人類のために頑張ってた組織だったの？に対する、ネットの反応をお送りするよ。進撃のゼーレって最初から最後まで人類のために頑張ってた善玉組織だったであってる？急激でもそうだが。急激はなんかオレンジジュースになるのが目的だったじゃん。みんなでオレンジジュースになるのが人類のためだと思ってたんだもの。ネルフが支配されてると分かった途端戦略自衛隊がネルフに攻めてくる程度には善玉。差し向けたのがこいつらじゃねえか。善玉って表現がアバウトすぎて。進撃だとそもそもこいつら割といい奴ららしいな。進撃と急激の設定が結構違うんだよな。急は一回溶けてから進化しよ。進はそのままみんな一緒に進化しようぜで。あんまりやること変わってないと思う。急は人に勝ち譲る代わりに溶けて永遠にハッピーになりたいって目的。進はバトルファイトのルールが改定されたんで人に勝って人間をインフィニティにしたい人たち。急でも進でも人類の統合進化が目的。ゼーレや言動の目的は思いのほか一緒だったな。手段が様変わりしてただけで。正直ゼーレの設定よくわからんまま見てた。正直急以降何してたんだっけ。もう人類が進化するのは確定してるから何企んでるのか知らんけど好きにしたら、バイバイ死ぬね。急で電源下ろされて死んだよ。ゼロ号機の修理代出すの渋ってる人たちってイメージ。急はあの時点で2号機以降の建造もスタートしてたからね。暴走して使い物にならないかもしれない旧型機に金を投じたくはないのはしゃあない。目的に手が届くところにまで来てたわけだし劇中の期間、残った世界の運営とか面倒くさかっただろうな。強権的というより単純に雑になってた感じもあったし。急激だと言動にめっちゃ怒ってるけど進撃だとずっと言動に優しいゼーレの皆さんで笑う。急激だと開幕から予算足りないよ言動くん。って闇言ってたけど、ジョだとよく第五の人を倒せたね。偉い、この調子で頼むぞ。って激励してて、ゼーレも大人になったなってなる。そもそも進撃のゼーレは人間じゃないでしょ。進撃はまんま2001年のモノリスみたいな存在になってるんじゃない。進撃だと人類に知恵を与えた概念的存在になってなかった？知恵ってのがどこまでのことを言うのかわかんないね。マジで猿に火を教えたところからなのか。エヴァ世界特有技術であるクローンや魂移植についてなのか。モノリスになった人間なのか最初からモノリスなのかは曖昧だけど人間じゃないのは確かだよね。黄金の種族みたいなもんか。ゼーレって各国の偉い人かと思ったら別種族だったの。少なくとも進撃ではね。旧作だと世界を裏から支配する秘密結社の偉い人たち、進撃だと推定人外で人類の保護者みたいな謎の存在。そもそもこいつらと進撃の人は同一人物なのかも不明。国籍不明年齢不詳のゼーレのおっさんたち、ネルフドイツ支部の偉いドイツ人の人らしい、ついでに67歳、公式なのかは不明。若いんだな。開花してるから170歳とかすごい高齢だと勝手に推測してた。ほとんど機械だったおっさん、なんであそこまで機械化してたかはよくわかんないだよね。遥か太古から生き延びてきた古代種みたいなもんかと思ってた。ポストアポカリプスものじゃよくある長老とか神を自称するものの正体が、実は機械化して延命してるだけの世界を破滅させた元凶の旧人類ってパターン。こいつか。その頃はまだ人間だったのか。急に関してはあのモノリスはあくまで通信機器で本体はドイツのどっかにいたんじゃないかな。ゼーレとメンバー被ってるけどこれは国連の人類補完委員会でゼーレとは違う組織だから。そもそもの目的からよくわかんない。他人怖い怖い集団が行き過ぎて、先行して人の形捨てたもんだと脳内解釈してるけど。急の方でも各国の偉い人じゃなくて世界征服達成した秘密結社なんだ。だからといって特に悪いこともしてなかったけど先祖の伝承が実証されて原理主義化した。というより急は人イコール人類補完委員会、モノリスイコールゼーレという見せ分け方をしている。姿をだんだん見せなくなるのは機械化部分が増えてるって設定とどっかで見たな。最後下半身ほとんど機械っぽいのが確認できる。脊髄まで機械化で頭骨ないって、頭乗った側だけの肉体っぽい、エヴァ技術注ぎ込んでそう。データとして永遠に生きるという選択だよね。LCL に溶けるよりは電脳化する方がいいかな。
ハードウェアが無機物か有機物かの違いでしかないんだから電脳化は本質的に LCL 化と変わらん。時代を先取りしてリモートワークしてた人たち、おじいちゃんに立ったままの会議は辛いだろ。冬付きせやな。戦闘中の環境で直立不動は足腰強すぎです先生。年寄りは椅子に座ると腰が痛いんだよ。ゼーレの全員って急だと本体いたけど進撃はいなくて電源切ったら終わりでいいんだよね。冬月先生に電源引っこ抜かれて死んじゃった。電源落とされただけで全滅するのはどうかと思う。生命維持装置だったんだろう。人工呼吸器や人工心肺の電源落とすようなもの。全部の人倒したね。おめでとう。我々の目的は全て叶った。よい、全てはこれでよい。ガシャーン。キュート心でそこは変わってるよね。今回はパシャらずに電源落とされて言動は託されたっていうし、ゼーレはいいようなまんまだし、ゼーレとしてはあくまで人類残そうとした結果が補完計画で、言動はそれより進んで人間やめて神になってまでユイと再会しようとした。旧作も進撃もゼーレの最終目的は人類を守ること。ただ人類に避けようのない変化が出てしまうけど、ゼーレはそれを容認してるので、一般人からしたら悪の組織っぽく見える。旧作は言動がいろいろ計画を改変して、ゼーレが容認してない形で補完計画が発動しようとしたので、ダメよしたけど発動止められずにいろいろめちゃくちゃになった。進撃は言動の計画がゼーレの計画を洗練させたものだったから、お前やるじゃん安心して寝れるわと言い残して電源切られた。旧の方は別に補完計画しなくても即滅ぶとかないから、一般人からすれば悪の組織だよ。旧も旧で人類種の不可避の行き詰まりの最中にあったので、結局誰かがやらなきゃいけないことだった。ゼーレいなかったら早々に人類積んでるからね。まあ選択肢の先が絶望しかないんだけど、真のゼーレマークがリンゴにヘビなんで立ち位置が超わかりやすい。新ゼーレがリンゴとヘビ出るしは暗示してるのいいよね。人類が滅ぶか人類が別の存在へと進化するかしかなくて、進化を選んだのがゼーレってことでいいんだよね。そこは新旧共通、その前提条件や最終的な結論が違ったりする。ゼーレはウルトラマンの思想に反発してる、よくわからない生き物ということか。神話視界文書って言葉が出てきてないから、ゼーレがその役目を負ってる可能性はある。一応出てきてない、外伝があるとかなんとか言動の語りで出てきたよ。俺、ゼーレは悪の秘密結社みたいな気持ちで見てたよ。人類のためなら多少悪どいことでもする秘密組織って意外と珍しい気がする。ゼーレって解釈違いのありがた迷惑なだけで、人類のために動いてるのは神旧一貫してたよね。エヴァ世界はどの道ゼーレがなんやかんやしなかったら人によって世界が滅ぶことに変わりはないから、動いてくれないとそれはそれで困るのがね。旧でもゼーレが暗躍しなかったらサキエルで終わるからな人類。神はマジで善玉。旧も一応人類のためではある。新ゼーレは他種族なんでマジで善意だと思う。さすがに本編見るだけじゃわかりにくい人やこのあたりの設定。ぶっちゃけゼーレ関係は下手に掘り下げない方が無難よね。エヴァは時々よくわからないところがあるよね。時々で済みますかね。